私たちを愛して十字架にかかり、三日目に見られた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。先週は、水曜日の日にですね、久留米に、火曜日の日に久留米に行ってきたんですけれども、その時ですね、20年ぶりぐらいかな、もう、20年いかなくても15、6年行ってると思いますけども、まだ今村さんが久留米の牧師だった頃に来ていた方なんですけどね、その方が杉松さんの頃のお嬢さんの2人ね、あの2人を子供の頃知ってた人なんですけども、その頃ずっと教会来た人がいたんですけども、まあ、その方が、政界に来られたんですね。で、本当久しぶりでしたけども、で本当に人が帰ってきてるんで、聞いたらゴスペルクラブやっていて、ゴスペルクラブにはなんか人が来始めてるんですけど、ゴスペルクラブのホームページを見て連絡をしてきたんで、教会のことも案内したら、1人教会駅に直接来られて、であと2人はなんかその借りてるシティホールかなんかってところの、ちょっと忘れましたけど、そのホールに教会って、教会って名前でちゃんと借りてたらしいけど、その教会っていうのを出してたら、30代と20代の男性がですね、2人で、教会に来たんですよね。だからいきなり礼拝に3人新しい人が来て、で政界には20年ぶりぐらいの人が来て、今明らかに聖霊の働きが起こってきてるなということでね、なんか非常に嬉しく思いましたね。主に感謝をしたいというふうに思いますね。まあやっぱり喜びがあると人は集まってくるんですね。まあ1年経っても消えない喜びですけども、あんまり反応しないですね。本当にね、聖霊の喜びだと思いますけども、本当にね、なんか主の技が始まってきているのをね、嬉しく思いました。で、今日は、ですね、先日のカリス、長崎カリスマ聖会で、1分動画のためのセミナーを俊也牧師にやっておいて、で、一応撮った。その上で、今度は編集をしないといけないんですけども、編集を野宮前島がやってくださって、できましたので、で初めての小作品なのでね、それを考慮して見てあげてほしいと思いますけれども、1分動画ですね、ゴスペルとはという1分動画です。準備してないの？1分動画準備してないの？いや、あなたが謝らなくていいんだけど。そうなの？はいはい、はい、オンラインの人すいませんね、今から出ますけども、会場が映画館のようになりました。今無声画です。ゴスペルとは、今ゴスペルがブームになって、あちらでもこちらでも歌われています。ではゴスペルとは何なのでしょうか。こちらでもこちらでも歌われています。ではゴスペルとは何なのでしょうか。ゴスはガッド、ペルはスペル、言葉、つまりゴスペルは神の言葉という意味です。普通の歌謡曲のような歌は人から人へ歌われます。しかしゴスペルは神から人への愛のメッセージ、あるいは人から神への祈りや叫び、願いや感謝なのです。ゴスペルを歌うことを賛美と言います。私たちの教会ではこのゴスペルを礼拝の中でたくさん賛美します。ぜひあなたも教会に来て一緒にゴスペルを歌い賛美しましょう。はい、はい、本当は教会で歌いますときに教会が出てくるはずだったんですけど、
そこまではまだ技術がいかなかったということなので、次回に期待したいと思いますね。はい。それで、今日の箇所に行きたいと思いますけども、今日はアドナイ・シャラム、主は平安ということですけれども、臆病で恐れきっていたギデオンという人が、神様からのその平安をいただいて、たった300人で、13万5000人ですかね。間違ってたらあれですけど、13万5000人であってますよね。13万5000人のミディアン人を、倒しに行き、そして実際勝利を取ります。で、普通300人で13万5000人倒しに行くということは、普通の勇気ある人でも簡単にはできませんが、桶狭間でもあれですよね、よりもはるかにもっと大きい奇跡ですね。で、ギデオンはミディアン人を恐れて、麦の中に、蔵の中に、酒樽の中に隠れて麦を踏んでた。それぐらい臆病だった、恐れていた、怖がりだったにもかかわらず、そう変わってそれができたっていう ね、そのことをね、今日学んでいきたいんですね。で、3つポイントをお話したいと思いますけれども、何がギデオンをその主の平安を与えて、そういう大胆さも変えたのか。一つ目はギデオンに神の言葉が与えられたからですね。11節から見ていきますよ。さて主の使いが来て、はい、11節、さて主の使いが来て、これ天使ですね、アビエデル人ヨアシに属するオフラにあるカシの木の下に座った。このカシの木というのはテレビンの木と訳せるそうです ね。この時ヨアシの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒場の中で小麦を打っていた。さっき言ったことですね。ミディアン人というのはイスラエルの敵です。でこの時ミディアン人ははるかに強いんです。でそのミディアン人を恐れて逃れてって書いてあるけど、逃げて、怖いからですね、逃げて、酒船ってのは小さくなくて、もう人が入って隠れれるんですね。酒船の中で麦を打って、小麦を打っていたってことは、もう見えなくなって隠れることができた。ね、だからまあ、こんなふうに隠れて打ってた。あんまりやるとズボンが破れるの嫌だからやりませんが、ね、酒船の中で隠れて打ってたわけですね。で、その、つまり、恐れていた、まあ、臆病者だったわけですね。ところが神様は何て言ったか、主の使い、天使は通して神が語るね、天使、主の使いは天使が言います。彼に現れています。11節、勇士よ、主があなたと一緒にあれと、勇士って語ったんですね。まあひねくれた人なら嫌味と思うでしょう ね。でもこれは本当に神様が言った勇士よってね、勇士よ、主があなたと一緒にいると、神が一緒にいるよって、だからあなたは大丈夫、勇士だよってこう語ったんですね。ところがまあギデオンはそういう時に、ハレルヤ、私は勇士ですと受け取れなかった。おそらく、こうやって隠れて逃げていたのは、単に今目の前でいる、そのミディアン人が怖いだけじゃなくて、彼の人生、おそらくここまで、失敗続きだったか、ちょっと深みかもしれませんけど、あるいは、何をやっても長く続かない、今で言えばね、うまくいかない、そういうことが多かったんだと思う。だから、もう、戦う気力もないし、とにかく隠れて、いたわけですね。ところが神様は、いや私が一緒にから勇士だよって言ってくれた。で素直にそれを受け取ればいいけど、とてもそう受け取れない。なぜかって、一つ目はこう、ああ主よ、もし主が私と一緒にいるなら、一緒にいるって言ってくださるけど、一緒にいるならどうして私に起こったこれらのことが皆私に起こったのでしょう。私たちの先祖たちが主は私をエジプトから登らせたではないかと言って、私に話したあの驚く御業はどこにありますか。つまり、出エジプトの時に10個の奇跡が起こりました。ああいう出エジプトを差し出した神様、あのような奇跡を起こされた神様は、今一体どこにいるんですかって。全然ミディアン人にやられてしまって弱くなってて、神様一体どこにいるんですかって。今主は私たちを捨てて、ミディアン人の手に渡されましたと。もうあなたは私を見捨てて渡してるじゃないですか、何も起こってじゃないですかってこう言ったわけですよね。でこれはね、その前読んで分かるんですけど、イスラエルが聞き従わなかったから刈り取りだったんです。別に神様見捨てたんじゃない、ね、でだけど、まあ、そういった面白い、神様はそれには答えないんです。皆さん、不信仰な質問には答えません。いちいち全部答える人はないのですね。信仰の質問には答えないで、すると主は彼に向かって恐れた。あなたのその力で行けって。どこに神様がいるって言うんですかとか言ったらね、その力で行けって全然違うね。あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わないか。いや、
そのままの力でいい、今のその弱い力でいいから、その力で生きなさい、私があなたを使わすから、その力でミディアン人を、イスラエルのミディアン人から救える、勝てるって言ったの。あなたは勇士だからって、こういうことですよ ね。そしてそしたらギデオンはびっくりして、ね、ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう、いやとんでもありません、そんな力は私にはないんですと。でご存知のように、私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は地の上で一番若いのです。12部族の中で彼のグループは一番小さくて、しかも鹿の中の鹿も一番若かった。分かりやすく言えば、一番私は弱くて、もう取りに足りなくてダメですっていうことです。分かりやすく言いましょうかね。私の行ってる学校、まあ、学校は名前さえかけて入る学校で、その中の私はビリですとかね。あるいはですね、何で言いましょうかね。3年生になっても1年生にレギュラーを捉えて、補欠でベンチにもできませんって、そういうようなことですよ。分かりますか。そういう、本当に自分はそうなんだって言ったんですね。いいですか。ところが神様は何て言ったかというと、ギドに言われたんです。私はあなたと一緒にいるって。やっぱりそうね、私はあなたと一緒にいる、だからあなたは一人落ち殺すようにミディアン人を落ち殺そうって、またそうやって言われたことに一時言ってない。いや、私が一緒にいるから、あなたは一人を、まるで一人を撃ち殺せるように、たくさんいるミディアン人を殺すことができる、倒すことができるってことを言ったんですね。で、一貫して言ってることは、私が一緒にいる、私が一緒にいる、私が一緒にいる、だからあなたは勇士、私が一緒にいて、私が使わすから、その力で、ミディアン人からイスラエルを救える、私が一緒にいるから一人を殺せるように、たくさんの人を殺せるっていうことをイエス様は繰り返して言った。で、神の言葉を言った。で、ギデオンはこの神の言葉を本当に神の言葉だと思えれば立てるんですけども、本当に神様ですかって思ったんですね。二つ目ね、神の言葉は人を作り変えて平安を与えて大胆にさせるんだけど、それが本当に神の言葉だって確信できないと、間違いなく神が言われた、語ったのは神様だ、本当に神が私に形に言ってくださったんだってことを確信できないと、それが確かにならないと、やっぱり人は変われないんですよね。で、ギデオンはね、ここでね、言うんですよね。本当に神様ですかって確認するんです。で、皆さん、結構ね、語られてね、ハレルヤーってね、喜ぶ人いるんですね。語られましたとか言ってね。で、早い人は、長い人で1週間、早い人は数分、語られました、ハレルヤーってね、言ってですね、やっぱり間違いかしら。ハレルヤーって、違ってるかしら。ね、こうね、こうね、こう、ね、こう、ね、バタ、まあ、なんて言いましょうかね、こう、ね、すぐこう、ね、どうしようかって、確信持ってないんですよ、語られてることに。なぜか分かりますか？確認してないから。吟味してないから。本当に神だということに対する確信を持ってないからです。で、ギデオンはここでちゃんと確認を取ったの。それが今日のところと関わってくるんですけども、ギデオン言うんですね、お願いですってね、私と話しておられるのがあなたであると、神様だっていう印が欲しい、それを見せて欲しい、どうか今私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻ってくるから、ね、それをあなたに備えるまでちょっとここ離れないでくださいって言ったら、ね、戻ってくるまで待ってよと言ってくださった、この天使がね。で、彼はギデオンは19歳で家に入って1匹のヤギの子を料理して、1エパの粉で頼れないパンを作って、その肉をカゴに入れて、また吸い物を鍋に入れて、カシの木の下にいるカラタのところに戻ってきて備えたんですね。昨日豚汁が来ましたけどね。そしてすると神の使いは、天使はですね、それを見た時ね、それを食べるんじゃなくてこう言ったんですね。肉と種を入れないパンを取って、この岩の上に置けと。で、そしてその上に吸い物を注ぎなさいって言ったの、ね。で、ギデオンは言われる通りにやったん、天使が言われる通りにね。ギデオンがやったんじゃなくて、天使がそれをしたんですね。ギデオンがそのようにしたん。そしたら天使が杖の先を伸ばして肉と種を入れないパンに触れたん、その杖をポッて。その瞬間、ブワーッと火が岩から燃え上がってきて、肉と種を入れないパンを焼き尽くした、ブワーッとね。やっぱり、もうつまりこれはもうはっきり神だって分かるわけですね。そして、なんかもう、ギデオンを恐れてるのがね、本当に神様だって分かったんですね。で、そしたら、死の使いは去って見えなくなった。あ、神様だったって分かったん。でも分かったら、今度は分かったで、神様の使いに見てしまった、神の使いと喋ってしまったって、こう、ね、神様の使いと喋って、神の使いが増えたってね、
本当に売れたら怖いと思います。それで議論はですね、これでこの方が主の使いだってことが分かった。それで議論は言った、ああしかみしよ、私は面と向かって主の使いを見てしまった、死んじゃうと思ったんだ。そしたら議論が神様に言ったわけですね、安心しなさい、恐れるのはあなたは死なない、大丈夫だよって言って、アドナイシャロムなんです。本当に神だったって分かった時に平安が来るわけですよね。ところがね、面白い、そう言われてその夜ね、ギデオンに神様が言われて、バールの祭壇をね取り壊しに行きなさいと言ったわけですね。でそしてそのアシェラドをもう切り倒せって言われた。でまあギデオンはですね、下の中から10人選んで主が言われる通りにしたんです、ね、ただやっぱりバールの祭壇とアシェラドを倒しに行ったんだけども、その町の人の、いや、書いてあるね、12、17節のところね、そこでギデオンは自分の下の中から10人を引き連れて、主が言われた通りにしたと。彼は父の家の者や町の人々を恐れたので、昼間それをせず、夜にそれを行った。ギデオン、怖がりなんですね。やっぱ怖い。だから夜やった。ね、で、バールを倒して、アシェラドを切り倒した。ね、そしたらですね、町の人々が翌朝起きてきて、バールの祭壇が取り壊されて、そばにあったアシェラドは切り倒されたんで、ね、誰が殺したんだって、イワシの動きで呼んだってことになったわけですね。で、まあ、そうしたわけですよね。で、まあ、それは従ったんですけども、これはまだ始まりで、いよいよミディアン人を本格的に倒しに行くときになったときに、やっぱりギデオンはもう一遍聞くんですよ。それが有名な36節からのところ。36節、ギデオンは神に申し上げます。もしあなたが恐れたように私の手でイスラエルを救おうとされるなら、今私は内場に刈り取った一等分の羊の毛を置きますと。もしその羊の毛の上だけ露が降りていて土全体が乾いていたら、あなたの言葉通りに私の手でイスラエルを救われることは私に分かりますと。羊の毛を持ってきて一等分の猫を羊を置いたと。でここだけ露に出てて、あとは乾かしてくださいって。あ、普通ありえない、ね、こういうことしてくれたらあなたと分かるからって、また確認取る。その通りなんだ。三十八節、するとそのようになった。いいですね、するとそのようになった。ところがギデオンは翌日ですね、ね、朝早くその羊の毛をしつけて、その羊の毛からつゆを絞ると鉢いっぱいになるほど水が出たと、ね、見事ですよね。とギデオンはね、まだ安心できない。また言う、神に言った、私に向かって身怒りを燃やさないでください。私にもう一回言わせてください。どうぞこの羊の毛でもう一回だけ試みさせてください。今度はこの羊の毛だけが乾いていて土全体にはつゆが降りるようにしてくださいって。本当ありがとうございます。ちょっと怒らないで、神様。ね、怒らないでくださいね。神様と分かるんだけど、今度逆して。もしかしたら偶然かもしれない。お願い、逆して。ね、そこまで行ったら神様分かるからって言ったんですね。で神様はね、俺を信じないのかなんて言わなかった。ちゃんとしてくださった。おそらくギドンは、今までの人生の中で繰り返し失敗してて、こう本当に行くのに勇気がいったと思うんだよね。そのために、間違いの神だってもう、印を今はですね、2個起こってるね、やってまた、でも、もう一遍今度は逆でもう一遍考えさせてほしいって、もう、ダメ押しのダメ押しが欲しかったん。でね、ここでね、そしたら神様はそれに答えてくださってね、40節、それで神はそのようにされた。すなわち、その羊の毛の上だけ乾いて、土全体を強いていたと。逆の印も与えられたんですね。いいですか、こうして3、まあ、全部で3回繰り返し印が与えられたんです。ギドンはね、確かに神だと思ったと思うんですね。そしたら神様がね、彼は行く気になったんです。それで呼んだわけですね、ギドンを兵士をね。でハロデの丘って泉というところにみんな集まった。そしたらね、3万2000人いたんです。でも3万2000人本当は多くないんです。相手は、13万5000人かな、いるからね、全然多くない。だけど神様は多すぎる、神、私が倒すんだって、私が倒すんだからそんないっぱいいらんって言って、恐れる人は返せって言ったんだね。で恐れを抜く者はみんな帰れって言ったん。そしたらね、なんと2万2000人帰るんですね、まあ、正直というか、なんというか、恐れるためには帰れって言ったら、はいとか言って帰ってきたと。2万2000人皆さんどっちですか、残る方帰る方ね、帰ったのに1万人になるんですね。でこれでもますます少ないのに、神様まだ多いって言ってですね、どこに連れてってかといったらですね、水のところで水を飲むんですけど、水を飲むときにひだをついて飲む人とひだをつかないでこう飲む人がいた。
ひだをついたよと立ち上がるに時間がかかる。ひだをつかずに飲む人は準備してる人ですね。いつでも戦えるように。それでひだをついた人がなんと9700人、ひだをつかなかったのは300人。で神様はひだをつかなかったその300人で行けって言われた。ギデオンはですね、その300人と共にね、行くんですよね。やっぱり神様の言葉があったから、こう、あの臆病者で失敗するやったギデオンは大胆になる。だけども神様はね、さあ、いよいよ行くって時になると、ね、こういうんですね、9節ね、7章の9節、その夜、ね、やっぱりやる戦うんですね。主はギデオンに押さえた。立ってあの陣営に攻め下れ、ミディアンの陣営。それをあなたの手に渡したから、もう勝てるぞって。しかし、もし下っていうことを恐れるなら、怖いなら、やっぱ怖いんですよ。いよいよ300人で13万5000人向かうのには。それで、あなたに使える若い者、プラと一緒に陣営に下っていき、彼らが何と言ってるかを聞け。その後であなたは勇気を出して陣営に攻め下らなければならない。そのプラを連れて、ね、プラと言ってごらんって。そしたらね、ちゃんと私が、彼らが何言ってるか聞いてもらって、そしたらそれで勇気を出していきなさいって言ってくれた。でやっぱり怖かったんでしょうね、ギデオンはね。それでそこでギデオンと若い者プラとは陣営の中の変態の橋があって、だからプラを連れてですね、プラッと言ったわけですね。大阪の人は笑うまでしつこく言う笑うまで言いますね。ね、うん、これが大阪の礼儀ですよね。でプラッと言った。そしたらですね、すごいですよ、神様は。12節、そこにはミディアン人やアマレク人や、東の人々がみんな、イナゴのように大勢滞納していた。そのラクダは海の砂に多くて数えなかった。もう、うわーって敵がいるんですよ。ところが、その時に、いいですか、うわーっと敵がいるのに、ギデオンがそこに行ってみると、一人の者が仲間に夢の話をしてると。夢の話をした。ね。この中でも夢を見てよくね、私夢の話を聞かされていますけどもね、一人が言うには、私は今夢を見たと。見ると大麦のパンの塊が一つメディアン人の陣営に転がってきたからね、ここに大麦のパン転がってきたんだと。天幕の中にまで入り、それを打ったのでそれは倒れた。ひっくり返って天幕は倒れてしまった。大きなこうね、塊がやってきてね、大麦のパンの塊がやってきて倒れて、ひっくり返って天幕が倒れちゃった。すると仲間が何て言ったかった。それはイスラエル人ヨアシの子ギデアンの剣の子ならない。神が彼の手にミディアンと陣営全部渡したのだ。夢の時は私、あ、それはね、あの敵のあのミディアン、あのヨシヨギデオンが来てやられちゃうってことだよって。こんなたくさんいるのに相手はですね、夢見たって人言ってね、その夢の時は私と友達がね、いや、それは俺たちやられるってことだなって言ってですねちょうど言ったらその話をしてる。これで聞いてもびっくりしたんですね。で、それで言ったんですね。ギデオンは15節、この夢とその話の解釈を聞いたとき、主を礼拝した。そら、ね、やっぱり敵が言ってるんです、敵が。敵が夢見て、敵が解釈して、俺たち負けるって言ってるんですよね。それでびっくりして、ね、そしてイサヤの陣に戻ってきて、彼は、たて、主はミディアン人をあなた方の手に渡ってくださったってつかむんですね。で、何かというと、まず言葉が来る。だけど、本当に神の言葉かどうかわからない。確信が持てない。それで、確認をする。確認ができた。さあ、いよいよ行こうと言ったら、神様が私がするんだからと言って、ガーッと人を減らして300人になった。いよいよ、さあ、向かうとっていう時に、神様の方が、分かってくださってんですね。怖いかって、怖かったら言ってごらんって言って、それから勇気出していけって言って、従う時にね、後押ししてくれるんです、ね、神のこと分かるから行くんだ、頑張るんだ、頑張るんだなんて言わないで、ね、行かないとキャラボックスが怖い、ね、シバーラゴスペルから行かないとまたキャラボックスに怒られる、行かないと行かないとって言うんじゃない。路上ライブに行かないとキャラボックスがまた怒る、もキャラボックスに怒りたくない、行かないといけないわって、そういうんじゃない、ね、こうどうしようかしらと思ってると電話かかってきてですね、ね、どこそこの施設ですけども、あそこから紹介されました、ぜひうちにも来てください、はあって、これは神様行けと言ってることだと後押ししてくれる。ゴスペル、島原ゴスペルクラブの時に予言があったんです、ね、で私自分でしたんですけど、ゴスペルクラブスタートしようってね、何回もあったんですね。で私はっきり神だと思ってたんです。神だと思ったけどできないと思ったんです。
山田とか7回行っていろいろやってきてうまく良かったんだけど、実際でも島原でやるのは不可能だと思った。やっぱりまだ無理があると思った。そしたらね、あの借りてる人はゴスペルって借りてたんだ、教室をね。で、まあ、実際いっぱい歌うからね。そしたらですね、そのゴスペルっていう借りてる人の名前を見てですね、 FM 島原の人は主題に来たんです。で、私はうまいことね追い返そうとしたんです、まだ無理だからね。そしたら帰ってくれない仕方がないから私と石田さんでね、大きな絵を二人で歌ったで、今日はちょっと礼拝なんですって話をしたんです、正直に。で、帰るかと思ったら、じゃあちょっと出させてくださいと言って礼拝まで出て行ったんです。で、最後にまだ活動してないからって言ったら、どうしても20分間出てほしいって言って、あんまりしつこいから、じゃあ昔山田とゴスペルクラブって長崎のグループが来たからねって言ったら、言って、で、妻に振ったら、妻がお母さんの介護してたから、押し入れに入って、押し入れで電話、だって、やらないって言ったら、電話でもできますって言うんですよ。電話でもできますって言ってね、そこまで言うかって言ってね、電話に電話ってわけにいかないから、で、妻にやってもらったら、20分じゃなくて40分話したんですね。ほいで、次はどこでやりますか、次はどこでやりますかってしつこく聞かれるから、やらないわけにいかなくなって、押し出されてやったんで、最初だけ私やったんですけども、やるのにね、ただ練習だけなんてダメなんですね。女性は知りませんが、男性はね、練習だけじゃ燃えません。やっぱり本番がなきゃダメなんです。本番がなきゃ。野球してても、試合がないのに練習だけしたってつまらん。試合があるから練習に身が入る。だからね、言ったんですよね。どっかって言ってね。それでとにかく教会の人、係の人のところ行って行き始めた。ね、そしたらね、主が働くんですよね。それで次々に行ったんですよね。で、まあ、神様が後をこう無理やり押してくれたって感じですよね。言葉はあったんですよ。で、あの時はもう確認はできてたんだ、ね、確かに神だと思ってた。ところが踏み出せなかったらね、後ろ押してくれた、うん、で、言葉が来ても確認は取れないことがある。やっぱり踏み出すには相当の勇気がある時、例えば、前田牧師が献身する時、ダビデ前田牧師ね、ダビデ牧師が献身する時、何かって言ったら、彼は子供が結構多かったから献身するにあたってもやっぱりね、やっぱりそれなりの覚悟がいると思ったんですけども、なんか人形と両親にしようって朝語られたって、想定のディボーションで、その時に思い出した。エリア牧師、エリア、ウリシマ牧師がフィリピンに行って後ろから声が聞こえた、人形と両親にしようって、ね、日本語で、だからまた誰か冗談言ってると思って後ろ見たら誰も日本人いないからびっくりして、神なわけないと思ったけん、あまりもはっきり声だから、でも神なわけないと思ったけど、本当に神だったら知りしくださいって言ったら、次のその集会で手をおふかをかなううちに人がバタバタ倒れていってしまうの。バババババババってね、秋元がよく言うじゃないですか、自分のこといっぱい人が倒れたっていうね。あれでちょっとびっくりしたんね。それまでそんなことなかったから、そういう知りがおったっていう話をした、証を聞いてたので、ダビデ前田牧師はね、その日仕事をしながらふと思ったんですね。なしだったそうですね。だから神様、本当にあなただったら今からこのなしを届けに来ますが、この届けに行ったら、この梨を1個その人がくれますようにって。で、今までそういうことは1回もなかったんです、そういうことは、ねね、だからありえないことなんだけど、だからありえないと思ったけども、ね、その人が梨をくれますようにって、そんな話は今までなしだった、ね、そして行ったわけですね。そしたらですね、おばあちゃんがですね、あ、おばあちゃんだったんですね、あ、ご苦労さんって言って、ちょっと待ってっていきなり開けて、梨1個持っていきなさいって言われたの。びっくりしたって、これで神様だと思って献身したんですけど、献身するにあたって長崎に行くことになったんで、長崎来るにあたってもやっぱりまたね、片道何キロだっけ、かなりの距離でしょ。普通はね、北九州小倉から来るにはね、やっぱ3時間、最低からね、3時間半ぐらいかかるのかな。三津子さんだったら4時間から4時間半はかかると思う、ね、ところがですね、から2時間半で来てましたけど、しかし、やっぱりね、毎週ですからね、高速代はかかるわ、往復代かかるわ、時間はかかるわ、月から土まで超ハードな仕事をしてるのに、日曜日の朝早くから夜遅くまでですからね、と思ったんですけど、それはね、なんか、こういうことだったんですね。長崎の中に導かれてると思ったら、ある日、次の日、北九州教会で、長崎の巡教ツアーをしたんですって、北九州教会でね。私ガイドしたこと覚えてないけどね。で、その前の日にちょうどその荷物を
預かったんです。それは、美容北九州の美容室から長崎の美容室に送る荷物だったんですって。でその荷物の宛先が長崎だったんだ。へえと思ってそこにエデン美容師と書いてあった。オンライン社が言っていいのかな、ね、書いてあった、ね、そしたらですね、ふと思った。神様明日北九州から行きますけどこの美容室を見つけさせてくださいって、本当に長崎道が言われてるの見つけさせてくださいって言ったの。それで行ったけど忘れちゃったんだって。それで北九州でみんなでご一緒した時、ね、全くそういう美容師なんかなかったんだ、ね、見つけようともしなかったし、ね、忘れたから。そして西田が来て財布乗ろうと思ったら奥さんが言ったん。あ、途切れに財布忘れたのかな。あの人よく財布忘れるんですけど、財布だったかなんだかカバンか、カバン忘れたのか、ね、カバンだったかな、忘れたって言ったん。それでそうかってことで2人だけで取りに戻ったんですって。車でね、みんな置いててね、戻ったん。そしてカバンは無事にあった、よかったって言って2人でよかったねって帰ってきてて、帰ってきてる途中で信号待ちがあって、信号待ちでピュッと止まった。で待って止まってはってみたらそこにエデン美容室があったんです。って忘れてたん。忘れてたらエデン美容室があったってびっくりしたんですね。って思ったんですね。普通簡単なことはないですね。奥さんが、奥さんのあの忘れるのもね、持ちられるわけですよね。昨日の夜ちゃんと本人に確認を取りましたからね、全部この話はね。最近はちゃんと確認取らないだからしないんですね。おいでね。これで彼は来たん。だから来てるとき確信持って来てたでしょ。人生の大事な決定のとき、独身の人がいるから言うけど、結婚するとき、いいですか。それから、まあ、就職は日本はもう今は、永久就職にならなくなったからね、変えていいと思いますけれども、しかし人生の大事な選択をするとき、進学するとき、就職するとき、もっと大事なのは結婚するとき、確認をしっかりとってね、あ、来たからりゃーって言って、そんな甘くないですから、人生は激しく揺らかしが来るから、どんなに揺るがされようと動じない確信を持っているかどうかなんですよね。ギデオンは弱くて失敗続きだったと思う、おそらく。でもだから神から語られても、本当に神様ですか、本当なんですか、本当なんですかって言ったの。不信仰というよりも、もう自分に知らなかったから受け取れなかった。それで、でも神様はそれを何度も何度も何度も確信を与えて、最後は今度は従うにあたって、まだ怖いんだろ、実は。ほら、行ってごらんって言って、行ったら、ね、敵人がものすごくいるのにもかかわらず、その敵の中の人は夢見たよって言って、解釈が、あ、それ負けるんだな、俺たちはって言ってたの。へーってことで、彼は神様に背中を押されていったの。その結果、たった300人で13万5000人を倒しちゃったんですよ。愛する兄弟姉妹ね、神は語られるんです。そしてあなたが本当にへりくだって、正直に素直に、あなたですよね、疑ってるわけじゃないんです、でも確信が欲しいんです、確かですかっていうことを求めて、印と確認を求めるなら、神は喜んで印と確認を与えられます。これ試すことではありません。いいですか。その確認をしっかり取ることなんです。そして最後はね、その言葉に従うときに、その平安がね、具体的に現れたときに勝利となって、でもそれでもやっぱりこういうなったときに、このギデオンみたいにね、神が後押ししてくださるんですよ。私ね、神様ってのはなんと愛の深い方だっていうかね、本当に主って方はなんかこう大きいと言いましょうか、温かいというか、本当に愛の方ですよね。これ人だったらね、まだ怖いのとかね、もういい加減生きなさいよとかね、こう言うと思う。とか神様はもうほら、ちょっと見てごらんって言って、こうわざわざ最後の最後まで印をくださって後押ししてくださる方なんですよね。これが神です。どうぞ皆さんね、この神の言葉を確信できたら平安が来るんです。この方の言葉があれば大丈夫なんです。この方は裏切ることのない神、この方はアドナイにして選手まれました、必ず勝利してくださる神。そしてまだ待ってませんが、この方は
裏切ることがなく見捨てることがない神、あなたが自分で自分を見捨てたくなってもそれでも神はあなたを見捨てない神、なぜか愛してるからです。愛する人は絶対諦めません。いいですか。そのままを受容してそのままでいいとは言いません。必ず立て上げます。こっちの方がもうダメだって諦めても、いや大丈夫って、もっぺんその失敗したそのところからいきます。神は諦めないんです。何回失敗しても、そして立て上げてくださるんですね。その方が言葉をくださったら、その言葉が真実で、その言葉がなるんです。わかります？それをね、どうぞ覚えてほしいですね。でギデオンのように自分は、坂田に隠れて樽を、坂田に隠れて樽組んでるんじゃない。坂田に隠れて武器を踏んでたんだけど、本当に怯えて怖くて情けなかったのに、神が言った言葉は勇士なんですよ。でこれが本来のギデオンの姿だったんですよ。でもギデオンは失敗をしてからその本来の姿を見失ってたんですね。サタンにやられたんでしょうね。ところが神の言葉が彼を変えた。神様はあなたに語る言葉がある。その言葉はあなたを作り変える。でもその言葉を受け取れないかもしれない。確認を確認を確認を取ってください。何度でも主は確認を与えてあなたを後押しして、その言葉が本当だということを明らかにしてくださいます。そしてその言葉はあなたの人生に勝利と栄光を表してくださるでしょう。それをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天皇様、御言葉をありがとうございます。あなたはギデオンに勇士をと言って、あなたのその力でいけと、私が一緒にいるから大丈夫とおっしゃいました。ギデオンはとても正直言ってそういう自信がなかったので、本当に神様ですかと何度も確認しましたが、その度ごとにあなたは答えて、まさに神様だということの明確に印を与えられました。300人になった時に、あなたの方から今度はギデオンに恐れるなら言ってごらんと言って、敵陣の真っ只中で敵がギデオンが勝つということを聞かせてくださって、後押しくださってありがとうございます。神様の愛と憐れみと恵みは何と深く大きいことでしょうか。どうぞ私たち一人一人にあなたが語れる言葉を聞き、そしてその確認をいただき、神様の愛によって後押しされて、神様の人生の中を、神様の計画の中を生き、神の栄光を見ていくことができるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、